最近緊張してる？してない。してない、うん、これもみんな多分最初に、うん、公開です。公開やから怖い緊張するな、うん、もういつもみたいな感じでいいよ。出せへん。そうやな、緊張するな、うん、初顔出しやろ。緊張するとやったら余計緊張してる。そうやな、ごめん。ということで、まあタイトル通りなんですけども、うん、僕の彼女ですココちゃんです。ココチです。こんにちは。まあみんな、まあ、待ち望んでたと思うんで、うん、僕の彼女どんな感じなんやろみたいな、うん、なんで、まあ今日みんなにお披露目できて嬉しいな。こんな感じです。嘘です、すいません、はい、嘘です、すいません。すいません。ということで、はい、ココちゃんの正体をちょっと明かしたいと思います。お願いします。実は、はい、YouTuber の一人のメンバーって言った彼女でございません。すいません。 YouTuber です、ね、今日初めて会いました。はい、初対面初めて。はい、トナハンナリーズのお二人です。どうぞ。お願いします。お願いします。こんにちは。すみません、嘘でした。すみません、皆さん。お騒がせしました。お騒がせしました、すみません。びっくりしましたよ。甘みたいな感じでした。いや、うまい。すごい、乗り方うまくて。その演技に飲まれかけました。まあ、けど、こうくんガチ狙ってるとほんま話変わるんですけど。いや、ちょっと狙ってない。大丈夫ですか？狙ってないですよ。今日は、はい、アンナリーズさんとのコラボです。ありがとうございます。お願いします。いい、とんでもないです。お久しぶりです。まあ、はい、聞かないでくださいよ。いろいろあったんで。ほんまにいろいろあったみたいですね。はい、心中させてください。わかりました、わかりました。一応今、喜怒哀楽すべての感情してるんです。無の感情で、はい、なんですけど、今日はちょっと一応にちょっとドッキリを仕掛けていけたらなと思って。いいですか。まあ、なんか今僕の彼女がどうのこうのみたいな話が結構出てると、はい、まあ僕も実際その気になる方がいるんですけど、うん、ココちゃんではないですよ。なんかココちゃんを僕の彼女として紹介して、はいはい、その彼女がヤバいやつっていう取っていけたらなと思います。言ったんですよ、はいはいはい、そしたらあのココちゃん、はい、実は大学がすごくそうなんですよね。兄弟の兄弟法学部出て、それはちょっとめっちゃうざい女勉強しました。ありがとうございます。それでなんか実はコウ君付き合った彼女ヤバすぎて、ね、激ヤバ。もう撮影中絶対なんか30センチ1メートルぐらい離れてください。コロナの時とかなんか近くでよく喋ってるんですけど、唾飛んでますよ。フェイスガードつけてもらっていいですか？いや、これコロナの時そんな感じで俺らはもういらなくて隠れといた方がいい。もう今もう今日とか聞いといてもいいですよ。え、何いらないんで。え、ほんまに狙ってるやん。違ううちの新メンバー法の番人さん。そうですよね。なんで、まあ、なんか一応言ってきたらそれ刑法なんないなんないねみたいな、刑罰食らうんですけど大丈夫です。怖すぎる。お願いします。お願いします。ありがとう。ここありがとう。あ、なんかそういう感じですね。まあ、僕キックボクシングやってたしよかった。カラテもやってる。何呼び出したの？オレンジ。俺弱いよ。オレンジ全然威張られへん。そうよ。カラテから言えへん。もうすぐ12時半からです。待って。もしもし。そんな音を聞いちゃう。さっき目を決める。すごい。彼氏
あのいるし、ほんまに好きじゃないですか。距離近いっていうのはまあなんか、いや別におもちゃなんか心配しない。あ、でもほんまに好きじゃないですか。そうやん、ボディタッチ多いっすよ。あ、すごいっすよ。いや別に思ってるんちゃう。え、ちょっとでもあの心配してるのに。めっちゃ好きやから、俺も好きやし、めっちゃ行けないんだし、あ、心配なんですよ。え、めっちゃ好きやね。じゃあさ、好きやからそう言ってるだけも好きやから、魔法かけってマジでイケメンじゃないですか。好きやから、まあ、そう言うならそうじゃないですけど、1ヶ月ぐらい。え、何ヶ月？え、そう、ゆいし1ヶ月前ぐらいかなって。え、知らんかって言うんだよ。今回もブスってやるのもあるんですか。イケメンなんで、すいません。まあ、まあ、一緒に乗るときもありますね。待ちなさい。こっちも一緒に傷つくんだ。こんなにつけたの？え、こっち。え、何？すぐて。うん。あ、見えもんな。え、めっちゃ聞いてくれてる。あ、一応してるし。それは好きですぐてね。そうなんや。暇あったら注意してる。でも、なんかもう数えきられてる。同じで。だから、あの、ハイドだけ仕掛けてる。それはそうですね。あんまりまあ、近づいたことがあるんですよ。だからブスとかデブとか言うやんか。それはもうあかんの。でもまあ動画上やん。でも軽はずみの発言じゃないですか。迷惑そうみたいになりますよ。パーキングとか払いますよ。払えたり払えるけど、るどこまでですね。大組でちょうだいの。どういうこと言ってるんですか。いや、それこそ名誉するみたいとか、何喋ったらもう何みたいになれたみたいな。全部わかってる。すごい。気をつけてください。あ、なんかあんま怒ってはない。注意よ。気をつけてください。ガチやから。あの、歌えられるってこと。うん、ガチだよ。そう、それは動画とかやってる時も前向いて喋ってほしくて、あんま見ないでほしい。いや、ちょっと、あ、いや、なるべくでいいんだけど、こう、こう二人で喋ってるよ。こう喋ってほしいんだけど、こう向いて喋ってほしいんだけど、ここでこう喋っとって、カメラを見といたり、そう、見て、とか、マジ、最近悩んでって。いや、俺も、ほんまは、もう一切喋ってほしくないけど、それは無理だって言って、説明して、そう、前向いて喋って、俺がこう向いてほしくなって。フォーがここに落としたら、こう喋るんじゃなくて、こう喋れる。そう。手がめっちゃ飛んでるんですよ。あ、飛ばされてる側なんですか。マスクからちょっと飛ばされてる。あ、銃、はい、あの、フェイスガード、透明なんですよ。フェイスガードやったらいいよ。あ、いいです。ハウルの体が申し上げられてる。そう、だからフェイスガードだけつけるってやったらいいって言ってるから。あ、全然、そうやったらもう、だからこっちが注意してくれへん。そういうことで、電話が違うんで仕事なんです。で、こっちに注意してくれへん。お前の妻飛んでるって。飛んでない。飛んでいっぱい、めっちゃめっちゃめっちゃ飛んでるよ。飛ばされてる。トノ。絶対好きやん。やっぱり好きじゃないですって。それを理解した上で付き合ったんじゃないですか。この私たちが元カレのとかあると一緒にいるっていうことを理解した上で付き合ったんじゃないですか。元カノ。仕事。だから理解してないことを理解してって言ってる。理解できてないねん。俺とお前のその関係性を、そう、理解できてないことを理解してって言ってる。理解して。いや、ほんまにガチで付き合ってるから。ガチで付き合ってるから、それ理解しなくて。支障きたさないようにするのか。そう、めっちゃきたしてたよ。いけるよ、いけるよ、ちょっとやし。だからもうちょっと気使ってって言ってる。気は使う、それは触れへんようにするとか、できるだけこっち向いて座るとか、できるかもしれんけど。いや、別にマスクダメやから、フェイスガード。ほんまはやるんですから、やめてって言われて、俺も OK してん、そこは。いや、納得できるまで、まあ、撮影制限って言ったけど、いろいろフェイスガードつけるとか、まっすぐ喋るとか、とかの他にも結構あって改善できるとか。そうそうそう、すごい喜ぶ。いや、みちえちゃんがやればいいんですよ。まあ、やるとしても、それ誰が見たい。いや、ちょっと喧嘩もしてほしくないの、これで。
最初やから仲良くしてほしかったけど、今日はいろいろ言いたいことあるって言ってたから、確かにファンみたいですよ。フェイスガードして2人がしてる。もう今ファンちゃうねんと、ポコちゃんしか見てないよ、ガチで恋愛の方が大事だから理解して、理解をしてあげたいけど、ちゃんと喋ってないのも見過ぎちゃう。そうそう、喋ってる。いや、今から今日どこ見たの、どこ喋ってここ見たのね、いや、もうだ目見てほしくないんだろ。目なんて欲しくない。なんかほんま付き合ってると思って、なんかまだ好きやと思ってんの、お前のこと。撮影の日程、あ、ちょっとそれも、あの、話し合って、じゃあ、いじる、決めてるよ、悩み撮影ですよ、うん、でも、付き合った話変わってくる。だからほんまに、お前にはごめんやけど、合わせてほしい。遊ば日に、この日とこの日は別撮影ですとか決まってるんですよ。それは俺とココちゃんが付き合ってない時。そう、撮影撮影、それは撮影するで、せえへんと言ってない。で、それはせえへんと言ってないけど、この日は撮影と決まってるからしたい時に、うちらが仕事しないとかってどこも行けないじゃないですか。だから撮影したい時にうちらもお互い誘うし。でもそれは自由にさせて、俺ココちゃんと遊びたい時に遊ぶし、会いたい時に会いたい、俺チューしたい時に注意したいの、うん、だから、言ってのこっちが会って、だからそれ休みの日に会わせて、うん、でココちゃんと遊ばん時には会わせて、ちょっと時間に撮影してみよう、うん、何時間時間起きてるって時間、そう、うん、生活、うん、1秒よ、1秒誘いたいときに誘うから無理やから、それさっき仕事や、仕事ないとお金入ってこうへんから、2人とも遊びに行かれへんと思うし、いや、そっち誘ったらぼやっとしても、誘えたからが脅迫とか通用されたって感じたら脅迫じゃないですか。で、2年以下の懲役か30万以下の罰金払えるならやってもらっていいですけど、払えないでしょ。コウ君が今共有されたと思った、しかも私も思ってるし、どこからですやん、そんな必死でさ、好きなんじゃないですか。好きちゃうで、必死すぎてさ、いや、それ疑われるで、お前それはお前が悪い、疑っとけよ、もう大丈夫、怪しい、怪しいって、お前必死すぎ、仲良くしてほしいねって、仲良くしたいけど、そんな感じに言われるとできんやん。いけるよ、いけるよ、ただフェイスガードして、うん、ライン送らんと前向いて喋ってって言ってるから、動画の師匠でファンの面白いです、あの妻飛ばさんと思った、出るよ師匠、師匠しか出ない、だからやれやれ、うん、のフェイスガードして隣に見合う動画を撮れてる、怖すぎないんだろ、うん、そうやろ、やってからいい、やってからじゃ分からんって、トイレ行く、トイレ行きましたよ、行きましたよ、いや、もう定番台本28条で他人の進路に従ってエアーズとか不満とか思いさせて付きまとったら届かないんですよ、だから不安もまとってないし、いや、迷惑です、2人で話したいって言ってるだけで、迷惑です、短いです、話したりとか、あの、ね、無理、仕事のところ、いい方向に、いや、あ、できる、2メートルぐらい、離れてくれていいですよ、2メートル離れてくれていいですよ、でも、でも分からんけどさ、あの、2人で話したいって言ってんで、うん、仕事の方だから、なんで2人いない、なるほど、そうだよ、2人の問題やから、2人ないじゃん、聞いたの、疑われるよ、お前が悪いよ、今こうなってもね、疑われるってじゃなくて、二人の問題やから二人で話したい、今まで二人でやってて、でもそれは彼女できたら変わるんですよ、適応しろ、適応したいから、ファンのことは本当か見たないの、ファンのことどうする、どうする、目打ち合いとかな、トノファンの人どうする、まあ、それはだからココちゃんとの相手の人も、まあ、できるよ、隙間時間である、人に向かってこ
こいつっていうようなやつとお前はつけやったんや。なんて言えばいいんじゃん。まず名前があるんで、名前を呼ぶ感じが。いや、こいつって呼ばれるような人だから。尊敬に値せない。うん、それでええよ。それでええけども。うん。とりあえずそれは無理やから。仕事のことはもう変えられる。心専門。心専門じゃなくて。いや、付き合ってたの。うん。そう、一緒にじゃなくて、ほんまに早く二人の時間になりたいもんな。はい、ね、いい、今から撮影や言うとしたらもう二人の時間美味しいもんね。いや、これ話は楽しかった、うん、仕事は仕事で分けてほしいし、仕事と恋愛は別やから、うん、そこは理解できるようにさせてほしい。俺がさ、気になってたけどさ、シャワー触るやん、パンパンパン叩いたりする叩くやん、ね、パンパンパン。刑法280条の暴行罪でさ、目以下の懲役または30万以下の罰金に処せられた。で、絶対痛い。そう、叩いた時絶対痛いよ。うん、痛い。毎回心配してるの。ああいうノリでやってるし、一位も叩かれてるから。そんなんしろ。トノお前師匠、北さんよりするな。いや、もう北してるよ。なんでフェイスガードして前向いて俺の方向かんと、だからもうパシンツッコミの線で、それでもできるよ。それでもできるよ。もう常に 2m、 だからカメラを、カメラでそこで俺が撮ってて、カメラの後ろでずっと監督みたいにちょっと待ってる。読んでるし、ダメ。えぇ、ー、じゃなくて、いやいやいや、普通に何かやるかしら、うん、見てないんだ。うちらがずっとここで撮影してる時もここにおるし、どっか行った時もカメラの後ろに。だから俺が移動するときもずっとおるから。彼女と一緒に。うん。で、仕事。え？仕事。俺が一緒。養うでいいけど、じゃあ、どっか行って。いや、部屋、あっちの部屋だよ。そんなんやったら怪しまれんけど。カメラの、一枝がこう撮って、カメラのここに撮って、撮られへんよ。いけるやろ。え、無理。プロじゃないよ。プロとかそういうの問題じゃなくて。お前、アマチュアやな。できる限りというか、そのファンの人が全く触らなくなったら二人どうしちゃったんだっけ。いや、キモいし。触んない。いいし、お前。うちも触りたないよ、お前。お前触んない。触りたないけど。できる限りでもキモない。それを嫌がってる。触る前提ですよ。じゃあ触らん。じゃあ触らんし。触んなって言ってる。だからさ。夏はお前、俺も好きなんだ。別れたんじゃないの。別れた、うん、まあ、今のも牛したんだよ。うん、なんて言ってほしい。そう、一回、君どうしたの。だから、うん、俺、ほぼちゃんと朝晩時間絶対お前にの撮影すればいいよ。うん、まあ、ついていく。うん、何ついてる。ちょっと解決したの。なんでまた言わん。いや、おかしいね。いつも、普通に早く痛いな。何があったんや。ほんまに、マジにしまくそう。
全然俺らは見えてなかったです。どうでした？山からですか？やばい、トノ今からなんですけど、ハンドルの方うまくするのか検証を。あ、いいですか、いいですか。全然、あ、そうなんですか。そうなんだ。今早く伝えました。どうですか、大丈夫ですか。え、全然いいんですか。え、すごい自信。はい。え、これやばいくないですか。だってもし大丈夫です。まあちょっとあの内容を説明する。よくお気をつけないです。今からです。今からすごい信頼関係。やりましょう。やっていいんだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。